びちゃんこと金子みやびです。アラ文書プラスは今回が初めてのリポートとなります。元気いっぱいお届けします。よろしくお願いします。さて今私がいるのは東京ドーム天然温泉スパラクーアさんです。トータルで綺麗が叶う都心のリゾートがコンセプトの温浴施設なんです。場所はですね、東京メトロ丸の内線南北線の後楽園駅から徒歩1分または水道橋駅から徒歩6分ほどとアクセス抜群なんですよ。このスパラクーアが今年の5月に開業20周年を迎えたそうなんです。そして同じく20周年を迎えたのがじゃじゃん、こちらリラックマなんです。かわいいですよね。このダブルアニバーサルイヤーを記念してコラボイベント、スパラクーアとリラックマごゆるり20年目のおめでとうが開催されているそうです。今回はですね、このコラボイベントにお邪魔していきます。12月25日まで開催されているということで、クリスマスムード満載の企画がたくさんあるそうですよ。早速なんですけども、こちら見てください。フォトスポットがありましてですね、ぬい撮りスポットなんです。ここにご自身のリラックマを入れて写真が撮れるということで、撮っていいですか？ありがとうございます。いきますよ。はい、行くよ。3、2、1、カシャ。温泉入ってる、温泉入ってるんです。かわいいね。今日は一緒にスパラクーアを巡っていきたいと思います。早速行ってみましょう。今回スパラクーアさんではリラックマと一緒にリフレッシュできるコンテンツが開催されているみたいなんです。リラックマの新デザインテーマ、猫猫の湯の世界観を感じられる装飾、そしてぬい撮りスポット、自身のぬいぐるみを可愛く撮影できるスポットもあるみたいなんです。そしてですね、カフェではリラックマの大好きなプリンをイメージしたコラボメニューも食べれるそうです。ちなみに皆さん、リラックマがどんなお話、世界観なのか知ってますか？リラックマはですね、2003年に誕生した 3X 社のキャラクターで、 OL のカオルさんちの家にいきなり住み着いた着ぐるみのクマさんなんだそうですよ。見てください、こちらぬい撮りスポットありますよ。ご自身のお気に入りのリラックマは置いて撮影できます。クリスマスと一緒に、かわいい、私のぬいぐるみちゃんがかわいい。白を基調としているソファーたちと、見てください、奥にフットプールがあります。ここにもリラックマたちがたくさんいますよ。猫猫の湯で心も体もリラックス、なんだか気持ちがいいですねってたくさん書いてあります。ここずっと座ってたくなっちゃいますね。リラックマのイラストいっぱい見てください。窓にいろいろなリラックマがいますよ。かわいい。そしてたくさんのリラックマのお人形たちがいます。ちょっとあの大きいリラックマの隣座っちゃってもいいですか？かわいい。本当にどこを見渡してもリラックマに囲まれてて、なんだか心がごゆるりごゆるりゆっくりしちゃいますね。スパラクーアとリラックマごゆるり20年目のおめでとうコラボメニューが食べれるということで、こちらにやってきました。ご用意いただきました。こちらのセットはですね、リラックマとベトナム気分、ベジバインミーとフォーのセットだそうです。こちらバインミーいただきたいと思います。今限定のリラックマのマークと、じゃじゃん、かわいい、こちらついてくるそうです。しおりだったりとか携帯の後ろに挟んだりできるみたいですよ。ではでは、いただきます。おいしい。じゃじゃーん。お野菜だったりとかキノコ、あとはお肉を使ってない大豆ミートが入ってるみたいです。意外と出してみるとボリューミーでしたね。フォーと一緒のセットだそうなので、すごく満足できるセットかと思います。続いて、食べて幸せリラックマビビンバです。これ多分世界一可愛いビビンバだと思います。ではいただきます。いや、ちょっとお顔が、ごめんね。いただきます。
若干本当にちょっとだけピリッとしてるんですけども、見た目も可愛いし年代関係なくちっちゃい子から大人まで楽しめますね。続いてクリスマス限定ドリンク、ジンジャーブレッドシェイクです。ここにもついてますね。では早速いただきます。わ、生姜が広がる。すごい。私生姜あんまり普段からいただかないんですけど、なんか飲みやすいです。うん、生姜が追いかけてくる。そしてこんな感じでデザートプレートもあったりするんです。リラックマがごゆるりしててすごく可愛いですよ。こちらのメニューたちはですね、12月25日まで開催しております。食べられますのでぜひ皆さん食べに来てくださいね。皆さんいかがだったでしょうか。魅力伝わりましたか。館内ですね、香りにもこだわってるみたいで、お部屋お部屋ごとにいろいろな香りがして、それもまたごゆるりごゆるりできるような環境が整えられていました。そしてですね、今クリスマスシーズンということで、あらゆるところにクリスマスを基調としたものがたくさん展示されているので、これも込みでぜひ足を運んでみてください。今回はですね、東京ドーム天然温泉スパラクーアとリラックマとのコラボイベント、スパラクーアとリラックマごゆるり20年目のおめでとうは12月25日まで開催されております。皆さんもぜひリラックマと一緒にごゆるりリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。